これを僕に？ああ、そうか。バレンタインだものね。ありがとう、トマリン。君の顔を思いながら大切にいただくよ。お返しはホワイトデーに、おいおいね。君もチョコを？ううん、迷惑なものか。光栄だよ、オクタビア。バレンタインは日頃の感謝を伝えるイベント。なんて、バーゲストなら言うのだろうけど、僕の見解は違う。もっと厳格で、勇敢な決意に満ちたものだ。それこそ、決闘に臨む騎士のように。だから、贈り物はもちろん、その気持ちがとても嬉しい。騎士の名にかけて、その勇気に報いるとも。ホワイトデーに、おいおいね。おはよう、マスター。やった。今起きたところでしょう。早起きしてきた甲斐があった。最高の一日になりそう。ね、朝一番に僕の顔を見られて嬉しい？嬉しいでしょ？僕は嬉しいな。何それ。頑張って早起きした私に言う？それ。朝は何もしたくないし、寝床から出たくないって知ってるでしょ？そんな私が奇跡とも言える朝出勤なのに、笑顔で褒めてくれないんだ。ま、それはともかく。はい、遠慮なくちょうだい、マスター。どんなチョコを用意してくれたの？本当の話、楽しみで昨夜は眠れなかったんだ。ないんだ。チョコもなければ解消もないんだ。やっぱりカルディアの労働環境が良くないよね。生きるので精一杯なんだし、それはかわいそうだけど。つがいの機嫌も取れないなんて、動物としてどうなの？死ぬの？他の人がくれたのに恋人がくれないなんておかしいものね、マスター。ならこっちからもプレゼント。バレンタインは告白のイベントだと聞いたけど、そういうの僕たちには必要ないものだ。敬意とか経験とか、おいおいの話なんだし。だからこれは恋人同士の絆の交換、お互いの気持ちの確認。受け取って。まずは一つ目。これは、僕。妖精騎士ランスロットとして。アロンダイトを模してみたんだ。かっこいいの、好きだろ？大胆だね。バレンタインだから？おいおいはおいおいだけど。そっか、君は普通の人間だからそういうのわからないんだ。うん、ちょっと待って、返信してくる。その方が理解が早まるし、次のチョコもあるし、僕も君の前で羽を伸ばしたいし。つまり、物事の捉え方、観測の視点が違うの。私、最強の中の最強でしょ？だから運命の相手は見た瞬間にわかるの。一目惚れとかじゃなくて、最後まで見えるのよ。あなたと私がこの先、どんな時間を過ごして、どんな戦いをこなして、
どんな試練を乗り越えて、たくさんの初めてを重ねて、何よりも誰よりも大切な相手になるか、そんな運命を直感で感じ取るの。人間はよく見てもいないのに付き合う相手を運命の相手と比喩するけど、私たち竜種は未来を実際に見てつがいを決める。つまりここに召喚された時ね。だからおいおい、私はもう知っているけど、あなたはこれからたくさんの運命を知っていくの。ワクワクするでしょ。あなたは初めから私の恋人だったのです。あ、そんな、こんなに一緒にいたい相手に出会えたのに別れることになるとかある？はあ、でも確かに運命は変動するものよね。そもそも寿命が違うし、死に別れるの嫌だな。ずっと一緒にいたいな。でもそのための今回のバレンタインにします。受け取りなさい。二つ目のプレゼントよ。欲張り？そうでしょうね。もらうのも好きだけど、与えるのも好きだから。本物を渡すことはできないけど、それが私の気持ち、私のすべて。この先の未来に胸を弾ませながら口をつけて。私があなたを見て、いつもそう思っているように。うん、じゃ、チョコも受け取ってもらえたし、一緒に寝ていい？寝てないから体温下がっちゃって。温めて温めて。でも本当に不思議。人間の体温程度で私の体温が変わるはずはないのに、こうしているととても暖かい。ねえマスター、私の嫌いなもの知っている？そう、だからあまり無理はしないで。私を忘れないで。だってほら、運命に先立たれて生きるとか、可憐な私に耐えられるわけのないでしょ。で、もう寝ちゃった。ああ、残念。今のはおいおいじゃない、あなたに合わせた私の告白だったのに。